さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、混声合唱とオーケストラのためのカウンターが土の歌の解説を始めていきたいと思います。4回目の今日は第5楽章天地の怒り、第6楽章地上の祈り、2曲続けて解説していきます。まず第5楽章天地の怒りから解説していきます。冒頭は4分の4拍子、四分比イコール144と非常に速いテンポで始まります。ベースは7小節目から始まりますが、ここから22小節目まで全てトレモロで構成されています。で、音は A と F のみ登場しますので、ポジションはハーフポジションで2-4と取っていただいても構いませんし、あるいは第1ポジションで1-2と取っていただいても構いません。始まってからほぼインテンポで進みますので、音量に注意していただければ問題ないと思います。最初はフォーティッシモで始まりまして、13小節目3拍目からピアノ、そしてクレッシェンド、フォーティッシモに戻りますので、ピアノから始まってクレッシェンドは早く大きくしすぎないように注意していただきたいと思います。32小節目から46小節目もトレモロが続いていきます。で、注目していただきたいのは32小節目なんですけれども、譜面上にスルポンティチェルロ、ポコアポーコモードオーディナリーという指示があります。まずスルポンティチェロというのはどういうことかと言いますと、トレモロなんですけれども、コマ寄りでトレモロを弾くという指示になります。通常のトレモロと比べますと、かなり乾いたガサガサした音を鳴らすという意味になります。通常のトレモロ位置がこの位置になりますので、かなり下の位置で弾くということになります。そしてその後の指示がポコアポーコ、少しずつモードオーディナリー、本来のトレモロに戻していくという指示になります。で、実際弾いてみますと、このようにスルポンティチェロ、コマ寄りから徐々に真ん中に戻していくという指示になります。そしてポジションなんですけれども、フィスで始まって、その後も A と F のみしか登場しませんので、ポジションはすべて第一ポジションでまとめて取ることができます。最初のフィスを4で取った後、あと A は1、F は2で取ればまとめて取ることができます。その後長い休みがありまして、ベースは67小節目から入ります。で、ここから82小節目まで全て同じ音型が続いていきますが、ボーイングはダウンアップ、アップダウン、どちらで弾いていただいても構いません。ダウンアップの場合は、で、逆意味の場合は、それぞれこのような形となりますので、どちらかを選択していただいても構いません。そして、ポジションなんですけれども、A、フィス、ゲー、フィスという音型が続いていきますので、零線1本でまとめて取ります。で、72小節目でゲーとアーが出てくるんですけども、ここは2つずつ考えられまして、まず1つはゲー線1本。ゲーを解放で取って、第1ポジションでアーを1と取っていただいても構いませんし、あるいは、デー線を使うのであれば、第3ポジションを使って、ゲーを1、アーを4とデー線1本でまとめて取る方法もありますので、このどちらかを選択していただきたいと思います。で、73小節目からハーが出てくるんですけれども、先ほどの第3ポジションで取った場合はゲー線に移ってハーは1で取ります。で、ゲー線で取っている場合はポジションを変えずに第1ポジションのままで4で取る形になりますので、前の小節をどのように取っているかによってこのハーのポジションが大きく変わっていきます。その後ツェーとデーが出てきますので、ここは第3ポジションでツェーを1、デーを4とまとめて取っていただきたいと思います。73小節目からこの繰り返しで弾く形となります。その後79小節目はハーとアーになりますので、第1ポジションに戻ってハーを4、アーを1で、80小節目はゲーが出てくるんですけれども、開放でも構いませんし、デー線で押さえて取っていただいても構いません。デー線で取る場合は第2ポジションで4で取る形になります。はデー線で1で取るようにしてください。その後ゆっくりしたテンポになりますが、ベースは全て休みになっています。で、テンポプリモになりますのが92小節目、ここで冒頭のテンポに戻ります。94小節目3拍目でトレモロが始まりますが、ここも音は A と F しかありませんので、ポジションはハーフポジションで 2-4 でも構いませんし、第1ポジションで 1-2 どちらを使っていただいても構いません。110小節目からもトレモロになりますが、ここも F 面に書いてあるんですけども、スルポンティチェロ、ポコアポーコモードオーディナリーという指示がありますので、32小節目と同様にコマ寄りでトレモロを始めて、少しずつ本来の真ん中の位置に戻していくという指示になります。実際に弾いてみますと、このような形となります。そしてここからのポジションなんですけれども、ここは第3ポジションで A は D 線で4で取っていただきたいと。116小節目で上の A が出てきますので、それを見越してポジションの跳躍を最長限に抑えるために、最初の R はあえて D 線を使います。で、
112小節目4拍目のゲーをデーセンで1で、113小節目のハーを第4ポジションでデーセンで4で取ります。ここで取ることによって最後の A もポジションを変えずに第4ポジションでまとめて取ることができます。121小節目から3小節間のポジションですが、ゲー、フィス、F、A と半音信号になっていますので、最初のゲーはできるだけデーセンで押さえて4で取っていただきたいと思います。で、125小節目からのポジションはチスのオクターブになっていますので、ここは第2第3の中間ポジションを使います。このオクターブをまとめて取った後、次がチェになりますので、ポジションを変えずに2で取ります。最後は A になりますので第1ポジションで取ります。で、最後はボイクはダウンで終わるようにしてください。最後に第6楽章、地上の祈りの解説なんですけれども、ここはオーケストラ全体がほぼ沈黙している曲になりますので、ベースも終わり2小節間しか登場しません。その2小節間も同じゲーの音で取り物になりますので、ポジションは1、2、4、どの指を使っていただいても構いません。はい、今日は事実上第5楽章のみの解説のようなものなんですけれども、2曲まとめて解説をさせていただきました。第5楽章は取り物で演奏する箇所が半分以上を占めます。注意していただきたいのは、刻むことに一生懸命になりすぎで、テンポ感を見失ってしまうのが一番よくありませんので、同じ音をトレモロで刻んでいる時もしっかり指揮を見ていただき、音の変わり目のタイミングを見失うことがないように注意していただきたいと思います。4回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。